ヘッシュ・オルデンドルフは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ハーメルン、イコールピルモント軍に属す市である。ベーザー側の近くに位置する。1905年、鉄道や郵便での区別を明確するために、市名に公式に、ヘッシュが完成られた。かつてこの町は、プロイセン王国のヘッセンナッサを州に属していたためで、ある。ヘッシュ・オルデンドルフは、 ハーメルンの笛吹き男で有名なウェーザー川沿いの都市ハーメルンの北西1 3トルに位置する。ベーザー自転車道とドイツメルヘン街道がこの街を通っている。地学上の特徴はプラニコスタサガンが産出することである。ヘッシュオルデンドルフは1973年の地域再編以降、ハック24町からなる。 1998年以降は12月31日時点の人口である。オルデンドルフが都市として建設されたのは13世紀の第2四半期とするが有力である。おそらくシャウムブルク博アドルフ4世が約25のシャウムブルク地方の集落の中心に城壁に囲まれたオルデンドルフの建設を計画し支配したと考えられている。1500年頃のこの の人口は約1300人であった。1552年、オルデンドルフを含むシャウムブルク伯領で宗教改革がなされた。1640年に最後の伯がなくなると、シャウムブルク伯領をめぐって紛争となり、三つの部分に分割された。オルデンドルフは、ヘッセンカッセル法伯に属す飛び地の騎士領となった。千八百七年から八百十三年まで、 オールデンドルフは他のヘッセン選定公領と共にナポレオンのベスト・ファーレン王国領となった。1866年のプロイセン王国によるヘッセン・カッセル・ホ白領併合後、この市はヘッセン・ナッサウ州に属した。1932年からはハノーファー州ハノーファーカンクに属した。グラーフシャフト・シャウムブルク軍が廃止され、シャウムブルク軍が新設されたことに伴い、 何世紀にもわたって、オルデンドルフ・ウンター・デア・シャウムブルクと称してきた、この町は、1977年8月1日に、歴史的貴族から離れ、ハーメルンイコール・ピルモント軍に移管された。タキトゥスの年代記は、ゲルマニクスが率いるローマ軍の起源15年から16年の北ゲルマニア遠征とアルミニウスの軍勢に対する勝利という結果に関する唯一の出典である。 この極めて入念なローマ軍の遠征は、紀元9年のファルスの戦いでの停滞敗北に対する復讐戦であった。正確な場所の表示がないため、歴史家たちは何、世紀も前からイリスタウィソの戦いの地理的童貞に関して様々な仮説を立ててきた。文筆家の多くは、この戦いは、ヘッシュシュールデンドルフとフィッシュベックとの間の出順な、 草原で行われたという説を説得力のあるものとして紹介している。カール大帝による強制的なキリスト教家の過程で、フランク族とザクセン族は782年にジュンテルの麓で衝突した。フランク軍はもともと中林ンのソルブ族に対して派遣されたのだが、ザクセン族の放棄を知り、ジュンテルの麓の陣営を探知すると闇雲にこの敵陣に襲いかかった。 一方、ビドキントコーが率いるザクセン族は、整然と攻撃を待ち受けていた。その一部は、フランク軍を迂回して、背後を突き、これによりフランク族はほぼ全滅した。ホーエンシュタインさんのトーテンタールや、ブルートバッフ派、さらには、ダハテルフェルトといった地名が、この大虐殺を伝えている。カール大帝は、フェルデンの地の裁判でこの敗北に対する報復を、果たした。 この裁判では4500人のザクセン貴族が処刑された。マテウス・メイリアンによる1647年頃のヘッシシュ・オルデンドルフの同伴がヘッシシュ・オルデンドルフ近郊での3つ目の重要な改戦は1633年7月8日にカトリックを信仰する皇帝軍と皇帝軍に占領されたハーメルンを救出に来たプロテスタントのスウェーデン及びヘッセン・ホーハク。 ブラウンシュバイクリューネブルク港の諸公軍との間で戦われた。戦闘はゼーゲルホールストとバルクゼンとの間でなされた。プロテスタント軍はオルデンドルフ生まれの土地を熟知した騎兵隊長と可動式の大砲を初めて投入したことにより皇帝軍に対する鮮やかな勝利を収めた。この1日の戦闘により7000人を超える死者が出た。 1757年、ヘッシュ・オルデンドルフは重要な戦いの司令部となった。ハノー・ファー戦抵帝ゲオルク2世の息子で、イギリスのカンバーランド公爵ウィリアム・オーガスタスは、元帥ルイシャルル・セザールル・テリーへ率いるフランス軍と対峙した。ハステンベックの戦いで、フランス軍が劣勢であったにもかかわらず、カンバーランド公は敗北していると誤解して、退却命令を発した。 カンバーランド港が自らの誤解に気づいた時にはすでにフランス軍は体制を立て直して戦場に戻り、ここを制圧した。これに続いてハーメルに要塞が降伏し、ハノーファー選定綱領はフランスの占領下に置かれた。ヘッシュオルデンドルフは軍備の徴収、略奪、宿舎の提供など甚大な被害を受けた。オルデンドルフのベーザー警告には、 数多くのベーザー川支流が流れており、洪水が起きやすいことは、現在も知られている。ベーザー川の本流は、直接、ミュンヒハウゼンホーフ、ヘッシュシュオルデンドルフの四壁沿いを流れ、これにより、市に、かなりの額の通行税をもたらしていた。1615年から1682年までの、大艦ヨプストフォンメン川線が、バイベック近郊でベーザー川をせき止めたため、 深刻な経済的損害を受けた。しかし、古いベーザー側の川筋を干拓したことにより、大きな肥沃な高地が得られ、シャウムブルク博の資産となった。民間伝承によれば、ヨップスとは、自分の行為の報いとして、霧の日になると、旧ベーザー川近辺をさまよい歩き、ハイカーやサイクリング客を驚かしているとされる。1832年に造営された新ユダヤ人。 墓地14世紀のハーメルンの資料には、すでにオルデンドルフにユダヤ人がいたことが記録されている。このユダヤ人は後にハーメルンに移住した。1597年から保管されている文書の中には、オルデンドルフ市民のユダヤ人イザークが商人、金貸しとして申し分のない経営を行っていると記載されている。宗教上の理由で、 手工業者のツンフトや商人のギルドから締め出されたユダヤ人にとって金融業は従事せざるを得ない職種であった。1660年から1723年にかけてユダヤ人のバラッハ三兄弟が再建者として何度もこの町を訪れている。1675年に彼らは北の累壁沿いにあった東天法府をちがりし、1710年には ユダヤ人として初めてこの町の家屋を獲得した。さらに18世紀には3家族のユダヤ人一家が住み、川の飯や靴職人が多く住む、この町にふさわしく布や毛皮、比較を売買していた。ナポレオンの改革によって、ユダヤ人にも他と同等の市民権が与えられ、これにより、加盟が後世に伝えられることとなった。オルデンドルフの産屋は、ローゼンベルク。 ブルーメンタール、リリエンフェルトであった。肉屋のブラウフ・ブルーメンタールは民族解放戦争に参加し、これにより1823年に復権したヘッセン選定公の名誉メダルを授与された。19世紀中頃までに全住民1343人中43人にまでユダヤ人の人口は増加した。肉屋や小さな商店のほか、ローゼンベルク兄弟、 裕福な商人のナータン・ペリッツ・リリエンフェルトといった結出した人物が現れた。1832年にリリエンフェルトはユダヤ住民組織の代表として市と売買契約を結んだ。これにより市の東に新しいユダヤ人墓地が造営されることとなった。リリエンフェルトは1848年の革命の年には市議会議員に選出された。 しかし1852年に、ヘッセン選定綱領の基本法が改正され、すべてのヒキリスト教信者は再び市民権を剥奪された。ユダヤ人記念飛行艇の時代から、ナチの時代までに、銀行及び繊維業のアドルフ・シュパニア、不動産業のマックス・ブルーメンタール、家畜賞のユリウス・レーベンシュタインといった名声高く、市民生活に深く関わるユダヤ人企業が創立されていた。 ユリウス・レーベンシュタインは第一次世界大戦従軍者であり、ユダヤ人前線兵士全国同盟の代表でもあった。1933年、21人のルデンドルフのユダヤ人は国家社会主義者による権力掌握を身をもって体験した。公民権剥奪、虐待、追放、殺害が彼らが直面した運命であった。1935年、 レーベンシュタイン家畜賞は民族の恥とする明らかに虚偽の訴えに扇動されたマルクト広場でのデモは初期のひどい事件であった。煽られた民衆はレーベンシュタイン家に侵入し、長土を破壊して、その家族に対して町を当分の間離れるように強制したのである。市議会は1 9 3五年八月に公職者に対してユダヤ人との交際を禁じ、市の家畜市から ユダヤ人を締め出し、ユダヤ人が公衆浴場を利用することを禁止した。1938年11月10日の排斥運動では、オルデンドルフの親衛隊隊員と市民らがレーベンシュタイン家畜省を襲撃し、住居を略奪し、レーベンシュタインの妻や義前に暴行を働いた。レーベンシュタイン一家はアメリカ合衆国に亡命した。残りの14人のドイツに残された、 オルデンドルフのユダヤ人は救出されなかった。彼らの消息は、テレージエンシタット、リガ、ミンスク、ウッチ、アウシュビッツで立たれた。1939年に、イギリスに逃れた、ダーフィト・ブルーメンタール・トリーナとの娘リーゼロッテ、ゾータムは、戦後何度も生まれた土地を訪れ、殺害された両親や、1933年まで、同じコミュニティに暮らしてその後亡くなったヘッシ,シュ。 オルデンドルフの人々について1994年に改装を続けている。1988年に最初のユダヤ人墓地が設けられた北の類壁沿いの場所にオルデンドルフのユダヤ人の歴史を記した記念碑が建てられた。ベスター島アにあるシュタットミューレは市内で最も古い粉引き所で市が創設された13世紀からここにあった。同じ場所にあった。 水車デミヒは1863年に建設され、1960年頃まで稼働していた。オルデンドルフの風車は1589年に、市壁の南東角に死によって建てられたのだが、30年戦争で消失した。オルデンドルフのシフ,フミューレは1587年に、市壁南西角の旧ベーザー側に設けられた。しかし、数十年後には、 旧ベーザー側はせき止められ、長くは稼働しなかった。シュミーデとシュロッサーの7つの水車は1655年に記録されている。市は各水車ごとに1、2ターラーの水使用量を請求していた。フーレのベーザー側の橋近くにあるミュンヒハウゼン水車は1870年に整理、統合されるまでミュンヒハウゼンブルク方フに属した。 これは1600年以前にはすでに記録が残されている。ゼーゲルホルスト通りの蒸気式ミューレは、穀物を引いたり、製材用に、1868年から1950年、頃まで用いられていた。バルクゼナーベクの貢献ミューレは1571年に、建造されたオルデンドルフグツ職人組合の皮舐め仕様のものであった。ここでは、川の飯に必要なニンを得るため、 オーク材の樹皮が子に惹かれていた。貢献ミューレは1668年までオルデンドルフの業者がリンネルを縮充するために用いていた。1680年から貢献ミューレは油絞りに用いられた。シャウムブルクの死刑執行人の職場は市の設立以来知られており、やはり死刑執行人が監視を務める私立刑務所ビュルガーツバングトゥルム近く。 ミッテル通り9番とパウル通りとの角にあった。皇帝カール5世の重罪刑事法廷カロリーナが形状として用いられた。死刑執行人の職業は名誉あるものではなく、どのギルドにも属さず、私生活においても特別な規則が課されていた。ラートケラーや教会では、この恐ろしい仕事をなす人物に、市議会から決まった場所が与えられていた。結婚は、 死刑執行人の一族の範囲内だけで他の職業グループの者との結婚はできなかった。シャウムブルク白猟のような小さな所領では死刑執行人の能力いっぱいの仕事はほんのわずかであった。そのため死刑執行人の収入はカワハギの仕事によっていた。白猟を全土の傷ついた家畜はもっぱら、オルデンドルフの死刑執行人によってカワハギ処理される。 こととなっていた。死んだ家畜を市民が自分で埋葬することは禁じられていた。カワハぎ業者の徒弟が家畜を受け取り、フィレライで利用された。狭い都市での悪臭郊外や堀の水質汚染は、フィレクーレンを、死壁外のバルクゼーナーベクへの移転を促した。死んだ動物で利用されたのは、ひづめや角のほか、主に重皮であった。重皮の利用は、別の職業グループ。 川なめ志向に引き継がれる。市の周りの小川沿いに多くの川なめ芝が記録されており、中でもゼーゲルホールスト通りのベールハーンシェ川なめ芝が最大のものであった。重皮の他に多く樹皮から老ュ売れによって取られる十分な量の単人松も比較製造の前提条件である。何世紀もの間主要な産業であった靴職人のツンフとは、 シャウムブルク氏系執行人権化は萩職人によって利益を上げていた。オルデンドルフは一つの町に99人の靴屋がいるとあらべ歌に歌われている。20世紀後期に二つの製菓工場の工業生産が零細な職人仕事にとって変わった。ナトーとワルシャー条約機構との対立がピークに達した1960年から連邦政府は 東西ドイツ国境線から約 150km の距離に対空ミサイル隊を設けた。この防衛プロジェクトに伴い、1963年から4つの固定発射施設を統括する中央兵舎がヘッシュ州オルデンドルフに建設された。オランダ空軍の第4ミサイル文献隊が1964年10月にゼーゲルホルスト通りの新しい舎に1 8 0 0人規模で配置された。 オランダ人の家族は、小池豊富に、住居、学校、軍人集会所を建設した。ヘッシュシュオルデンドルフ兵舎の会には、バルジングハウゼン、ダイスター発射場、バートミュンガー、ジュンテイル発射場、ゴルトベック発射場、ラインスドルフ、ビュッケベルゲ発射場が属していた。これらのオランダ部隊には、共通して、通常の対空ミサイル、ホークとそれに付属する。 レーダーシステムが配備されていた。70年代の初めにはこれらの防衛システムは技術上時代遅れのものとなり、オランダ空軍部隊は1975年7月1日にオランダへ撤退した。ヘッシュオリデンドルフの弊社の新しい、主には1976年5月からアメリカ空軍が入営した。大規模なレーダー基地のバート・ミュンダー、ジュンテル、シュベーレントルプ、 ブレーマーハーフェンは第 600TCG ヘッシシュオルデンドルフエアステーションの会にある。US エアステーションは北ドイツのレーダー監視における中央管理施設としての機能を担っている。このエアステーションは平坦上、ミュンスターからヘッシシュオルデンドルフに至る燃料パイプラインによって支援されている。冷戦終結に伴いエアステーションも役割を終え、 1991年に閉鎖された。弊社の施設は数年の間、旧ソビエトからの移住者の仮収容施設として利用された。やがて旧弊社全体が取り壊され、近代的な住宅地に作り替えられた。現在、老前物資基礎家庭学校として使われている旧アメリカンスクールが旧弊社の名残を唯一止めている。燃料パイプラインや それに付属したジュンテルのタンク施設はフィッシュベックで閉鎖され、窒素を満たして腐敗を防いでいる。全損するパイプラインは、ビンタースハルエジーのバスパイプラインとして利用されている。バーレンダールのものをはじめとする弾薬庫も現在は民間で使用されている。ヘッシュオルデンドルフの市議会は33議席からなる。市長は、ハーラルト・クリューガーである。 ミュンヒハウゼン豊富生マリエン協会のアライライワンバックスマンの泉シラート洞窟シラート洞窟はランゲンフェルト集落の近くにあり、1992年にゼーゲルホルスト採石場の葉っぱ作業中、ヘルムートブレポールによって発見された。この洞窟はドイツで最も北に位置する小乳洞で2004年8月から一般に公開された。この洞窟は ベーザーベルクラント自然公園の一部である。ヘッシュ・シュ・オルデンドルフで定期的に開催されるフォルクスワーゲン愛好者の会に触発され、VW バスティに愛好会1967から 1979EV がヘッシュ・シュ・オルデンドルフ市とフォルクスワーゲンハノーファー工場と共同で2009年夏に古い製陶工場後にブリ博物館を設立した。 第5回国際ホルクスワーゲンクラシックカーミーティングは4万人の見物客と32カ国からの1450人以上の参加者があり、この種のものとして世界最大の催しとなった。この町最大のスポーツクラブは VFL ヘッシュ,シュオルデンドルフで、特にそのハンドボール部門は地域的な成功を収めている。この他この町は80年代中頃に、 アマチュアオーバーリーが北地区でプレーしたサッカークラブトゥースヘッシュオルデンドルフで知られている。ヘッシュオルデンドルフは中小企業が多い町である。主な企業としては以下のものがある。この他に多くの人が建設業に携わっている。さらに春から秋にかけてベーザー自転車道を旅するサイクリングツアーもこの町の経済ファクターとなっている。 BDH クリニークヘッシシュオルデンドルフは病床数250以上を要するハノーファー医科大学の学術教育病院である。最初の病院は1926年に設立され、1957年からはコレアハウスという名で脳に損傷を負った患者を収容していた。その後、ニーラーザクセン胸、バックスマン胸、ゾンレンタール胸、ホーンシュタイン胸が増設された。 1973年に現在のフリードリヒベルクマン公園にあたるベルクパークがオープンした。その3年後にジュンテルムネができ、病院は拡大した。伝統的な病院の重点は、神経科のリハビリテーションの他に、職業リハビリテーションに置かれている。現在、BDH クリニックヘッシュシュ・オルデンドルフは、マルチプロフェッショナル事業コンセプトに基づいて運営されている。 ヘッシュオールデンドルフには2009年11月現在2つの風力発電施設がある。最初に3機の発電用風車がバイベック近郊に建設された。4機の発電風車を有する2つ目の発電施設はヘーメリンゲンに開発された。ここにはバイオガス施設や2カ所の大規模な太陽光、発電施設もある。さらにバイオガス施設は EON ベスト・ファーレン・ベーザーが運営するものが中心宿に一つあり、三つ目はヘーフィーンゲンにもある。これら三箇所では、いずれも地元の農家が生産するトウモロコシをサイレージしたものを原料としている。これらの文献は、翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。